定しています。なんだと？そうか、このカビどもは弓族の村からやってきたんだな。やめろやめろ。カノン様、戦士族の村にカビが大発生しています。なんだって？やはり原因は戦士族の村か。やべえでったら、やべえでったら、なあどうなってんだ。ふっ、あっ、カビだらけ。こいつはガルスとバローのところから拝借したものを。さては奴らの仕業だな。じわじわ追いついてくるっぽ。そういうの一番嫌い。このままじゃ追いつかれるっぽ。よし、あんた行きな。カビー。無事、どっちか荒すぎっぽ。やめろ、くすぐったいくすぐったいって、やめろ、やめろ。うまく巻いたようね。と思いだ。モード、どうやってやっつけたの？鼻息っぽ。さすが、あんなカビ初めて見たわ。きっとこの止まない雨のせいよ。ニーナ、ちょっと気になることがあるんだ。ん？ほら、あれ。なに、あのモクモク。さっき見たんだ。なんだか、へんてこなものが、あの雲の中へ飛んでいくの。この雨の原因は、あの雲のような気がするんだ。とにかく、行って確かめたいんだ。お一人でどうぞ。いいな、そう言わないでさ。どうしたの？おい、バロー、カビの被害をどうしてくれる？全て貴様の村のせいだろう。何を言う？君らの村が普段から清潔にしていないから、カビが繁殖したんだろう。チッチッチー、分かってねえな。カビの原因は旦那方の村、両方だ。何？貴様こそ訳のわからぬガラクタばかり集めておるから、カビなどが。カビどもを連れてくれた二人とも冗談きついぜ。連れてきたのはお前らだろうが。違う、お前たちだ。違う、お前らだ。喧嘩になっちゃったっぽ。ニーナ、この雨さえやめばきっとカビは消えるよな。うん、そう思う。よし、何としてもあの雲に行くぞ。マジ？おう、一緒に来いよ。すっげえ面白い冒険になるぜ。熱いやつだな。メイプルストーリー、メイプルストーリー。こんにちは。なあ、この船貸してくれないか？緊急事態なんだ。ある、人間に貸す船はねえな。そんなこと言ってる場合じゃないんだって。話を聞いてくれよ。な、こんにちは。皆様、こんなところでお会いできるなんて感激です。あのさ、貸してくんない？この船。はい、喜んで。悪いな、操縦までしてもらってさ。勘違いすんなよ、ニーナ様のためにやってんだからな。ニーナがよく協力したもんだっぽ。アルのためにこの船を借りてやるなんて思わなかったっぽ。私、あの白い雲には何もないって踏んでるの。それが分かったらアルに土下座してもらうのよ。土下座、私の目の前でね。そういうことか。うわー、来るな、来るな、あっち行け。お任せください、ニーナ様。こいつは薬の実験に使う枯れ木なんです。微生物の培養に使うんですよ。なるほど、カビの鉱物ってわけか。お前が説明すんな。いよいよ雲に突っ込みますよ。うわ、ほら、なんもない。うわ、なんだあれ。雲の中に船がいたっぽ。なんだかキモい形。ニーナ、あれ見て。すみません、火事が壊れました。
かったっぽ。船ボロボロ。雲の中にこんな船があったなんて。土下座はお預けだっぽ。うるさい。あの黙々。黙々。あいつが巨大な雨雲を出していたんだ。よし、中へ潜入だ。まあ付き合ってあげるわ。うわ、何やつ。クロウニ様。何？船内に侵入者です。なかなかの度胸じゃない。ま、無事に帰れたら大したもんだけどね。ファイヤー、たこ焼きじゃがり。さすがです、ニーナ様。次は俺だ。コールドビーム。修行の邪魔するなよな。ほら急ぐっぽ。僕は一番。押すな押すな。なんだ、もう終わりじゃない。いや、まだ雨を降らせているものが見つかってない。私もう飽きた。何言ってんだよ、冒険はまだ始まったばかりだぜ。船もバラバラになってしまいましたし。冒険には危険がつきまとうものだ。楽しめよ。楽しめるわけないでしょ。あるの土下座見られないっぷ。うっさいな。行くぞニーナ。私行かない。あ、そう。そうよ。あ、せっかく冒険できるってのな。ニーナ。俺はしばらく高みの見物させてもらうぜ。って、ニーナ。何事だ。合体したぞ。ガビー！こいつはちょっとばかり手強いぞ。ニーナ！うわあ！あれ？ニーナ！ここよ！ニーナ！すぐ助け！お前さん方、もうこれまでだぞ。